救う求めるような深い悲しみ、助けてやりたいね。このスライムも前からいたよな。ピキいじめないで。前と同じこと言ってんな。この井戸はお城の方に繋がってるんだよ。知ってます。はあ、ここは無事でよかったな。ユグノア王アーヴィンと王妃エルノアここに眠る。奇跡的じゃない、割とこんなにめちゃくちゃになってんのにこれだけしっかり残ってるって。なんかこの辺こんな場所なかったような気がする。これは新しくできた場所かな。うえあったわ。すげえなんかごめん、ちょっと生きった喜び方しちゃって、えいって思わず出てきたわ。ユグノアの兜、ユグノアの鎧、これ、あ、まあ今レシピの段階だからわかんないか。牛沢か牢のどっちかの専用装備っぽいよね。ん、なんだ、あら、崩れちゃってこの奥行けねえじゃん。この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りじゃったか。すまんが、お主たちこれを溶かしてくれんかの。よし、やれグレイグ。わかった、これを溶かすのね。ほらほら、牛沢ちゃん、そっち持ってちょうだい。いいよグレイグ一人で。あ、おう、すげえな、あの瓦礫をこんな綺麗に溶けたの。王様、これは、お、これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための道じゃ。わしの読みが正しければこの先に夢で見た戦士の手がかりがある。さあ行くとしようかの。さすが城には詳しいな。当たり前なんだけど、自分の国だったからね。うん、ユグノア城跡、ここにあの夢に出てきた戦士の謎を解き明かす鍵がある。うわー、入っちゃった。どうせでも魔物の巣窟になってるみたいなさ、そういうやつでしょ。いや、なんかもう BGM でわかるよ。ああ、意外と長いし、なんかデルカダーンの地下水路に似てんな。どこもこういう感じなのかな、地下は。雰囲気似すぎてない？なあグレーグ、俺らここ通ったよな、こんな感じの場所。長いこと手入れをしとらんから老朽化も進んでおるでな。うん、先を急ごう牛沢。あ、割とあっさりしたコメントだった。みんな、賢者の聖水。なんかだいたい今までの流れだとさ、このゲームのここまでの宝箱に MP 回復アイテムが入ってる時ってこのあとボスがありますよみたいなそういう感じだったりすんだよね。このあとボス戦があるので MP 回復しておいてくださいねっていう。あ、なんかいるじゃん、誰だあれ。絶対戦うことになるよ。うー、口惜しい口惜しい。お、まさにあの夢に出てきた戦士。己またやってきたのか、邪悪なる魔の者たちよ。貴様ら魔族のせいで私は全て失ったんだ。許さん、許さんぞ。なん、誰と勘違いしてんだ。この戦士はやはり、うふさ、こやつと話がしたい。一旦こやつを沈めるのじゃ。戦えってこといや、まあ話聞きそうにないしな。やるしかねえのか。はやぶさの剣みたいなの持ってんな。てか、あれはやぶさの剣だよな、持ってる剣。命令させろにしとくか。まあでもシルビアとロー2人とも全体回復技使えるから、ハッスルダンスとね、ベホマラ、かなり固いパーティーのはずだぞこれ。まずはもう牛沢バイシオンで、そっから全身全霊切りっていういつものパターンでしょ。おら、一撃で沈めてやるぜ。うわ、500、すっげえやるな。
この上守備力を下げる。ああ効かないか、そう簡単には。え、うわー結構食らう。ビッグバン、ビッグバンってまたえぐい技使ってくんな。呪い、おいおいおい、体力自慢のグレイグのヒットポイントが下がっちまったぜ。どうすっかな。スクルトでちょっと守り固めとくか、グレイグ。まずは呪い解ける技持ってるやついないよな、このパーティーに。ツッコミじゃ治んねえもんな何呪われとんねんじゃ治らないもんね。シュルビアはどうしよう、ハッスルダンスさせとくか。いや倍しよう、2回掛けでしょ。グレイグはしょうがないからそのまま呪われといて。あ、まずい、うわ全員いった、すぐ、おい、嘘だ、全員は嘘だろ。あ、これまずいぞ、あ、これまずいな、これ良くないわ。起きろ誰か、あれ食らったら。あー呪われちゃう、これまずいだろマジで。あ、やっと起きた。これはさすがにロー回復せざるを得ないわ。いやひでえ目にあったな。あ、ローも起きてくれた、よかった。とりあえず危機はこれで出したかな。あぶねえとこだった。まさか全員に入るとはな。うわこれ厄介だぞ。どうしようかな。ゾーンか、ちょっと守り固めとこしっかりで。あ、全身全霊切り打てるぞ今、バイキルト状態。おら、おー強え。結局牛沢一人で削ってるな。さあどうすっかな。もう一回隙あらばルカニを狙うか。なかなか効かんな。いやでも牛沢今うわ体力減ってっから結構きついんだって。グレイが呪われているおかわりしてきたな。どんだけ呪いたいんだよ。グレイグも一応回復できるといえばできるけど、どうしようかな。まあここは優先的にさせとくべきだな。超ハヤブサ斬りも打ちたいけど。やっと起きたなゴリアテ。アスルダンスしといて。よし。いやしかしヒットポイント減ってんな牛沢、これまずいぞ。早めに決めたいな。でも まだヒットポイント白いんだ、結構強いな。これで攻撃力効果切れちゃうから。うわあれ物理攻撃扱いなのかな、スクルトあんまり効いてないのかな、どうなんだろう。あー今ならグレイグ殴るチャンスだな。以後超早ぶさぎり、いつの間にか体力黄色くなってんな。よし、良いぞ。で牛沢の倍視音が切れそうなのでもう一回かけ直しておく、維持するこの2回掛けの状態を。で全身全霊よ、おっしゃこれ勝てるぞ。ほら気持ちいい、全身全霊が強すぎる。いやでもなかなかのもんだったな、ちょっと危なかったぞ。何者なんだ。口惜しい口惜しいぞ、お前ほんとそればっか言ってたなさっきも。あ確かにユグノアの紋章だな、あのお花みたいなやつ。よくもエレノア、ええ、うっす、エレノアと牛沢を許さぬ、決して許さんぞ。ってことは、いやもう親父じゃん。なんで牛沢ちゃんの名を、もしかして戦士ちゃん、戦士ちゃん
今俺らのこと殺そうとしたやつだぞ。やはりそうか、お主はアーウィンじゃな。書いてあったね、お墓に名前。アーウィンはこのユグナー王国の王であった男じゃ。それと同時に勇敢なるユグナーの戦士でもあった。そしてウスザワ、アーウィンはお主の父親じゃ。まさかこんな形で再会すると。あ、ってことはあの人を助けてって言ってた、あのさっきの声、お母さんなんじゃないの。エレノア、アーウィンよ、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。わしによく顔を見せておくれ。あろうはそうだろうと思ってたんだな。じゃあ、わっ、な、これは一体。ああ、ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのをずっとお待ちしていました。この声には聞き覚えがある。夢で我々に助けを求めていた声だ。あなた方のおっしゃる通り、彼はこのユグナ王国を治めていたアーウィン王です。あれ、でもあれ、この人お母さんじゃないのかな。そういう感じじゃなかったね。16年前ユグナを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、正義の光を胸に立派に王国を守りました。しかし今やその光は失せてしまった。今の彼は生きることも死ぬこともできない悪夢をさまよう悲しい屍。どうかお願いします。暗く悲しい悪夢から彼を解放してあげて、彼の絶望に光を照らしてあげてくださいって言われてもな。今の声は一体、ローは心当たりないの。今の声に、この選手の正体がアーウィンだと分かった今、このまま放っておくわけにはいかんの。しかし一体どうすれば。いや、でもな、それなんか心当たりあるみたいなのは何だったの、グレイグ。俺は16年前デルカダール王を救出するため部隊を率いてこの地を訪れた、そう言ってたね。当時二十歳かじゃあ、36歳のグレイグ。うん、俺もあの悲劇の場にいた一人でな。ウシザイよ、アーウィン様はとても立派な戦士だった。何があってもそれだけは忘れるな。あ、やっぱりでもアーウィンのこと知ってたんだ、グレイグは。うん、親父、わしや。よく燃えるな、ウシザイよ。俺だよ、息子だよ。抜け殻となったワーミンの中から嘆きの声が聞こえてくる。さらに近づいて声を聞いてみますか。やだよ、怖い。ああ、進まないわ。しょうがない、近づこう。抜け殻となったアーウィンの顔を覗き込んだ。これ大丈夫？ゲファファ。ゲファファファ、新鮮な食材がやってきよったわい。何年ぶりかの。さあ、我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。あ、何、結局は魔物の仕業なの。あ、口惜しい。もしあの日に戻れるのなら、言ってたな、これ夢でも。なこの転換。もう一戦闘あったりする、魔物の仕業だとしたら。今のも結構強かったよ。ん？何これ、もしかして16年前のユグノ。あ、今サマディの王様いたな。アーウィン様、この度は記念すべき祝杯の、あ、いや、これ16年前どころじゃなくて、何、結婚式か何かだったりする。あー、子供が生まれた日か。あ、じゃあやっぱり16年前だ。ウスザ様のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことですわ。本当におめでとうございます。皆様ありがとうございます。うわー、なんかデルカダール王に似てない、ちょっと雰囲気、髪型のせいか。本日は我が国ユグノアにとって特別な日、祝杯の宴をゆっくりとお楽しみください。これが親父か、お父さん、サマディ王ね。サマディ王は見覚えあるよ。クレーモラン王、お二人ともようこそユグノアへ。クレーモラン王は初めてだな。いやいや、久しぶりですな、アーウィン殿。このような盛大な宴での歓迎、感謝いたしますぞ。ダハハハハ。サマディ王も息子が同じ年だからね。
だったよね、確か。あの王子。本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけのけ者にはさせませんからな。一つよろしくお願いしますよ。四つの大国の王が一度に会するなどと、など、わしが知る限り前代未聞の事態じゃって。それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。本日の会議楽しみにしておりますぞ。我が息子のため遠方から来訪していただき、心より感謝いたします。四大国会議が始まる際にまたお声をかけさせていただきます。私は準備がありますので、これで。デルカダル王はどこに？あ、王様。は、デルカダール王は王様とお二人で城の中庭の方に行かれました。この時のデルカダール王、あ、いや、この時のデルカダール王もうやばいんだっけ。あれ、デルカダール王がウルノーガに取り憑かれたのっていつからだっけ。この時すでにだっけ。はあ、みんなが俺の噂をしてる。王様、いやー、愉快愉快、料理はうまいし、客は各国の王族ばかり。さすが勇者様、お披露目パーティーだ。もうすぐ生まれるわしの息子にもこのパーティーに負けないくらいの盛大な宴を開いてやるわ。いやー、16年後に会うんだけどね、この人には。そういえばこの王様は俺が勇者だってこと知らないのか。前にね、サマディ行った時、クレーモラン王も初めてだわ。各国の王が集結する四大国会議、これは一波乱ありそうじゃの。さて、お手並み拝見させてもらおうかの。カッカッカ。すごいな、一点を見つめてる。まあ、俺の姿見えないんだもんな。だから話しかけても振り向かないんだ。うん。じゃあ向こう行ってみようか。お、ローがいたぞ。あ、ローがちゃんとこの服だ。ちゃんとこの服。デルカダール王、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。お二人とも準備をお願いいたします。一番最初のムービーでもさ、ね、ローってあの服着ていたよね、ちゃんと。ローから話を聞いたぞ。そなたの息子牛座があの勇者の生まれ変わりとはな。はい、息子は四大国会議の場で皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて改めて実感しました。やはり勇者は我々にとって希望の光。話は後ほど聞こう。デルカダロー、ほんと変わってねえな。まあそれ言ったらローとかもだけど、ローとかもう当時いくつだよ。16年後も同じ姿だからね。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。みんな思うところがあるんだろう。さあ、アービンよ、そろそろ時間だ。牛座を預かりにエレノアの部屋に行ってきておくれ。あ、でも今いい笑顔したな、ロー。なんか俺、ローの笑顔が好きでしょうがないんだよな。いや、ユグノア城か。このマップ、まあこういうな、回想シーンというか、そういうのでもないと来ることないマップだよね。階段を登っていかれた。3階の会議室で四大国による話し会が行われる。ほほう。でもなんかいろんなところね、もう来ることなさそうだから調べてみたいけど、でも別に宝箱とか拾えるわけじゃないからな。今ね、昔の場所だし、壺とか割れんのかな。昔でしょ今これ。トーク袋に入ってる。え、これだって昔なんでしょ。物取れんのおかしくねえか。なぜよりによって牛田様をお披露目する日に四大国会議を開催するんだろう。何か早急に決めねばならない大事なことでもあるのだろうか。うん、そう、アイテム今取れちゃった以上、なんかいろいろ調べたくなんじゃん。上で会議するって言ってたけど、下行こう。あえて。すげえ、訓練場みたいな場所あるよ。
最近メキメキ頭角を現してきたデルカダールの若き猛将グレイグ。お、噂になってる。先ほどジョーカーですれ違ったが、あの風格はまさに英雄そのもの。ああいう男が世界を動かしていくのだろうな。英雄そのものはおかしくねえか。まだ20歳でしょ、この時。いや、でも雰囲気があったんだね、当時から。へえ、噂になってる。結局1階には何もアイテムなかったわ。さっきの特毒消しそう何だったんだよ。あれちゃんと現実に戻っても持ってたりすんのかな。よいしょ。お、玉座の間。ユグノアの昔の牢はここに座ってたりしたんだね。じゃあこの人は牢様が熱心に読んでわが。まあ当たり前なんだけど全然こっち見ないな。逆に言うとこれもう独り言なんでしょう。誰に向かって話しかけてんのこの人。熱心に読んでおられたのはユグナに古くより伝わる同種戦記。あ、同種って勇者だね。昔のあの本に書かれてることといえば、いやいやいかんいかん、牛沢様の誕生を祝うめでたき日に余計なことは考えないようにしよう。え、でもなんか不穏な空気を察知してる人みたいなのがやっぱ何人かいたりするんだね。はい。まあいやだ、ロー様ったらまた新しいムフフ本をベッドの下に隠してるわ。こないだエルノ様に全部見つかって没収されたのに、全くもうブツブツ。変わってねえな。このベッドの下はさすがに無理だろ。もっとさ、隠し場所あるでしょ。つまみ食いのために隠し通路まで作ったデルカダールを見習わないと。もっと大掛かりな隠し場所作っとこうぜ。で、なんか一個だけ読める本があるね、この赤いの。これ、ローの部屋なのか。そっか、ローの資質って書いてあるね、左上。どうやらローの日記のようだ。アーウィンに王位を譲って以来、あやつはユグナ王国を発展させるべく精一杯やってくれている。はじめこそ王族でなかったアーウィンに王位を継がせることをよく思わない民の声も聞こえたが、そうだな、ローの子供、お子さんは、エレノアだけだったのかな、じゃあ。で、そのエレノアと結婚したのがアーウィンで。今では皆新たな若き王を信じ従っている。アーウィンの国を思うひたむきな誠実さが民の心を一つに束ねたのだろう。エレノアがアーウィンを選んだのは正しい判断だった。これでわしも安心して隠居生活できるわい。ベッドの下にムフフ本隠してるやつの日記とは思えねえな。すげえまともなこと書いてる。で、反対側がエレノアの部屋ってさっき言ってたな。こんにちは。牛沢様が生まれてから王妃様はとても幸せそうだな。すっかり母親の顔になられて。あー、それを思うと悲しくなるな。王と王妃の部屋からまた笑い声が聞こえるな。あー、癒されるな。あー、慕われてたんだね、二人とも。この兵士たちにも。ダーダーアブ、お、まさか俺、あー、マルティナいる。